さんこんにちは、丸谷彩乃です。スプラトゥーン3サイドオーダー続き遊んでいこうと思います。前回はですね、風花さんの武器で15回までたどり着いたので、今日は16回からスタートしていこうと思います。それでは早速秩序の街へ行きましょう。なんとかね、1回から15回まではね、すんなり進むことができたので、16回からね、30回もすんなり行けたらいいなと思っております。メインインクショットダメージもう1回来た。スペシャルゲージ溜まるも欲しいけどな。狙って吹き飛ばす。インクショットダメージにします。ショットダメージね、ダメージでかい方が倒しやすいと思うし、これからどんどん敵がね増えてきますからね。迫り来るバッテン床じゃない、バッテン坂のフロア、プロペラヤグラを運べ。はい、ここですね。ここはね、ノビルメンテさんがねしょっちゅう出てくる場所なのでね、気をつけて立ち回りたいと思います。ということで、スペシャルゲージをしっかりゲットしましてからの、いけー、いいよいいよ、いいですよ、オッケー。で、これ上に行ってくれるから、上に行きましてからの、上からパシパシパシと打っていきましょう。これホーミングもあったら結構良さそうな気もしなくもないな。ホーミング欲しいな。ホーミング出てくれるかな。あ、来た、ノベルメンテ、ノビルメンテさんがやってみますよ。いけー、メガホンレーザー、いいよ、いけいけ。よし、攻撃される前に攻撃していくいいよ。あ、ラッキーアイテムいっぱい出てる、いっぱい出てますよ。オッケーオッケーオッケー、ナイスー。16回もね、無事すんなりとクリアしていくことができました。いいですよ。やっぱチャージャーが一番難しかったまであるな、今のところ。何チャージキープって。チャージキープできるようになります。2枚目からは、チャージキープできる時間が長くなります。あ、持ってない！これ、欲しいね。持ってないや。チャージキープ。あれか、ずっと押しっぱなしでキープできる時間が決められてるんだ。あんまり意識してなかったけど。そういうことね。確かにそれだったら欲しいかも。キープが。要はこのキープ時間が長くなるってことだよね。通常はどれぐらいのサイズ感なんだろう。まあでも動いたりするとね、どうしてもあれだったりするけど。ういしょ。さあ、どん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 ね、さかなクンたちは下の方にだんだん逃げていきます。さかなクンは上の方に行ってしまったので、一旦ね、メガホンレーザーで倒す子は倒し、そしてね、ここら辺でタムロしている子たちは私が射抜いていきましょう。あー、待って、上に行ってしまった。上に行ってしまった子はどこだ。はい、いました。てて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 てオッケー、無事ね17回をクリアしていきましたよ。いいですね、順調ですね。インク回復速度欲しい。インク回復速度が欲しいです。すぐなくなっちゃうからね。早のインク使う量が半端ないし、潜伏する時間もね、いつも短いから。転がす二つ山のフロア、どこ。あー、ここね。ここはまず真ん中にやってから、スン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 って進めてくでしょ。で、進めてって、こっちから、はい、上に登らせる。で、上に登らせてから、次はね、ボールさんがね、あっちの方にあるから、残り1個を。あたたたたたたた。こっちね、こっちから、こっちから攻撃しつつ、はい、転がして、転がしていきましょう。いいよ、いい感じ、いい感じ、いいよ、いいよ、ゴールしてる、ゴールしてる、ゴールしてる、いいよ、ナイスオッケー、オッケー。ボールはね、ゴールさえ把握してればね、そんなに力をかけずにいけるはず。うわ、インクパチパチ欲しい。トラブルだし、結構飛んでくるだし、ちょっと、ちょっとだー、リセットしまーす。なに？難しい難しい、激ムズ。爆発ダメージ。こんなに伸びる。あ、ボーナス難しい。ここにするか、移動スペシャルね。ボーナスが何かわからないけれど、カラーチップフィーバーだったらいいな
カラーチップフィーバーだったらとてもありがたいな。何？ジャンプしない。できないよ、そんなジャンプしないなんて。そんなことができるんだったらとっくにしてますよ。とっくにね、そんなことはもうしてるのですよ。はい、いけー、残り1個、早いやっぱ攻撃力ちょっと強い気がするな、この武器。早い早い、よしよしよし。ジャンプもしなかったし、ちゃんとねボーナスもゲットしました。そして20回ボス。さあ、マルチアレか1回のカノンか。カノンさんちょっとしんどいかもしれないな。ホーミングもないし、前回の武器もちょっとしんどかったしな。あ、マルチアレだ。よし、マルチアレさん、本当にマルチアレさんか。回線ロンドしか出てこないな。マルチアレさん、よろしくお願いします。はい、えいえい、いいよ。狙いやすいような気もするし、狙いづらいような気もするし、なんとも言えませんね、このマルチアレさん。いいよ、当たってなくてもね、当たってなくてもね、あのちゃんとこう攻撃は入ってるみたいなのでね。はい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 、いいよ。もうこの辺は、もうこの辺は慣れたもんですよ。いけいけー、いいよ。止まってる止まってる、止まってる間に破壊していく。よし、バンパーが増えたみたいです。これ増えたの？ちっちゃくなってるわけじゃなくて？アルペジオ、アルペジオさんもちょっと狙うの大変かもしれないな、これ。いけー、ルエザー、いいよ。しっかり倒しまして、はい、炭酸、炭酸意味あるのかな。やばい、突撃してくる。はい、逃げまーす。で、2回目来るんだよ、このね、20回のマルチアレさんはね。2回も来なくていいというのに。いけー、レーザーレーザーすごいさ、攻撃ダメージ与えてくれるけどさ、転がってちゃうよね。そこがとても気になってしまうところではあるけれども、 OK、 いいよ。最終チェックポイントまで来ました。よしよしよし、いいですよ。何、あー、飛んできた飛んできた、はい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 、よし、いいよ。もういっぱい飛んでくるな。アルペジオさんは飛んでこなくていいんですよ。いけー、メガホンレーザー。向こうがレーザーをするなら、あ、ちょっと待って、メガレーにメガホンレーザーをしたことによって向こうのレーザースピードが尋常じゃなく速いことになっちゃった。いいよいいよ、はいはいはい、いいですよ。攻められてる攻められてる攻められてます、いいですよ。そのままそのまま、いい感じにいい感じに攻めていきましょう。いっぱいいますね、いっぱいいますね、いっぱい来ちゃったね、いっぱい来ちゃったね。はい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 、アーマーゲットしまして、あー、いけー、レーザー、いいですよいいですよ。転がってる転がってる、そう、転がりながら、それ転がりながらやめてもらっていいですか転がりながらそれレーザーしてもらうとすんごいさやばいんですよ。怖い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 、早い早い早い、やばい、はぁ、一発すぎる、怖いよ。あ、もう一回来るの、怖いよ。はい、行けー、レーザー、どこ行った、どこ行った、オッケー、ナイス、いいよ、無事20回のボスもクリアできまして、はぁ、ヒヤヒヤしたいや、でもチャージャーで比べたらもう本当に使いやすい。チャージャーが本当に難しかった。どんなボスでも私らの敵じゃねえな。ハチさんも先輩もすごいです。まったく君たちは敵に回したくないな。敵に回さないでください。チャージキープ、自販機一回行くか、お金あるし自販機に行ってみようと思います。一応残機とかは全然あるし、
なんか新しいね、何かあるかもしれないしね、自販機。よっしゃ、自販機でお買い物をしよう。移動ドローンゲージ、でもドローン今ね、一個も何も持ってないんだよね。一個だけ買っとくか。ドローン来るかもしれないしね。リセットしまして、爆発吹き飛ばし欲しいです。爆発吹き飛ばし。はい、爆発吹き飛ばし欲しいです。どれぐらい？あ、売り切れた。売り切れました。どれぐらいいけるんかな？ノックバック。スペシャル増加量アップ欲しいね。ノックバックはいっかな？よし、いいお買い物ができたんじゃない？爆発吹き飛ばしがどれぐらいなのかちょっと気になるな。ポータル破壊するやついきたい。ドローンメガホンレーザー来た！来た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 ！ありがとう！姫ちゃん一個も来ないかと思った！メガホンレーザーあるだけで全然違うから本当に助かる。よしよしよし。いいよいいよ。はい、ここですね。爆発吹き飛ばし。どんなもんかな？エリア。エリアで、これね、これも一応爆発だけど、サイズがアップするわけじゃないもんね。爆発吹き飛ばしだもんね。いけいけー。爆発吹き飛ばしってどんな感じなんだろうな。いいよー。はいはいはい。カウントストップされるけど、すぐにこちらがカウントを、はい、ゲットします。いいよ。残りカウント5。どっちか出てくる。あ、そっちね。あー、いっぱいいますね。はい、いっぱいいますね。はい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 。とてもとてもいっぱいいらっしゃいます。いよ、33、33。残りわずかです。残りわずかです。残りわずかです。はい、あったあった。いっぱい来ます。いっぱいいます。いっぱいいます。いっぱいいます。いいですよ。はい、オッケーオッケー、ナイス。カウントストップして確保するからの、姫ちゃんがね今止めてくれてるから、止めてくれてる間になんとかしのいでいきたい気持ち。オッケー、こっちいっぱい来た。こっちにいっぱい来たから、こっちにレーザーを投げといて、こっちは来てない。オッケー、いいよ。22回無事クリアできました。ふぅ、よかったよかった。次はイカロールアタック撃破ドローンゲージ、ラッキーボム確率。ラッキーボム確率欲しい。ボムってことは爆発するってことでしょ。爆発吹き飛ばしが使えるってことだよ。いろいろ組み合わせることによって化学反応が起きる。そしてここあれじゃん、爆発吹き飛ばし使えるんじゃない。ポータルだし、まあ、どんなもんか全然わからないけれど、とりあえず一旦塗っておいて、塗っておいて、塗りつつ、あ、人移動速度もアップしたから結構あれだね、ありがたい。いけ、オッケー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 。いいよいいよ。あ、待って、伸びるメンテがいる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 、伸びるメンテがいますね。あー、やばいやばいやばい。オッケー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 。いけー、レザー、レザー、オッケー。残り1個どこ、残り1個はどちらにございますでしょうか。レーザー、ナイス。よし、23回は無事クリアできたよ。よしよし、結構いいんじゃない。チップのさ、こうバリエーションもいい感じな気がする。スペシャル増加量アップ、これいきましょう。これ簡単だしね、ボールだったしね、いいですよ。順調に24回まで来ておりますよ。ボールを運べ。はいはいはい、ここね。はい、ここはまず最初にね、ここまで来てからのスンってしておいて、でここはそこにあるからスンってするの。同じとこに行っちゃったかな、同じとこに行っちゃった説も若干あるけれど、でここは手前にあるから手前のところにね、はい、進んでいくようにしていきたいと思ったけど、上に行ってしまいました。上に行ってしまいましたよ。はい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 、そっちね。スンとスンとしまして、もう一個ボールは、もう一個ボールどちらに
何やってんの、何やってるんですかボールをねこっちまで運んでくれたのは嬉しいけれども、ちょ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 、上に運んでもらえたら嬉しいな。上に運ぶんですよ。あ、そっちにはないよそっちにはございません、そっちにはございませんよ。難しいですねこれ、この上にね持ってくのが何気に難しい。はいよ、いいよ。おっと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 、よし、オッケー。じゃあ一回上に乗せて、上に乗せてから下からね、下にちょんって落とす感じでいきますか。したらね行きやすいかもしれないし。どこまで転がるの、どこまで転がるんですか。はい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 、いいですよ。はいよ。あー、やめてください。どこまで飛ばすんですか。はい、よいしょ。違うよ、君の場所はねそこではないんです。こっちの方、そう、こっち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 、はい、オッケーオッケー、いった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 と思う。オッケー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 、やったーよしよしよし。ここの場所ね、あの真ん中が一番ね難しい。端とかは全然いけるんだけどなあ。自販機来たよ、自販機、移動ドローンゲージ、アーマー確率。ちょっと自販機行ってみるか。自販機結構いいやつちょいちょいあったしな、さっきも。自販機行こう、自販機。何があるかな、自販機。自販機コーナー。何がありますでしょうか、自販機。ホーミング来たよ、1個だけ欲しい。ホーミング1ください。ホーミング1。ホーミング1。そしてリセットして。で、メイン射程欲しい。メイン射程欲しいです。買いまーす。ぐらいかな。よしよし、一旦こんなもんにしとこ。ホーミング1個あるだけで全然違いそう、この武器。よし、イカロールアタック、吹き飛ばし移動スペシャル、フロアリセットします。フロアリセットをして、移動ドローンゲージ、インクボクボプルルインクボトル確率、移動ドローンゲージ撃破インク回復かける2はとてもとても魅力的ではあるけれど、トラブルが気になるな。インクボトル確率にするか。これにします。なんかカラーチップ今回めっちゃいっぱいある。すごいいっぱい。全部埋まりそう。よしよし、ここで、プロペラ、ヤグラを、スペシャルウェポンを使わない。使います。多分普通に使うと思います。はい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 。いいよ。で、ここは敵を足止めしてもらうと。で、その間に上にどんどん運んでいくと。はい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 、いいよ。第一関門に突入しまして、いけー、いいよ、おいしょ。いっぱいいます、いっぱいいます、いっぱいいます。はい、とりあえずね敵を殲滅することを優先にね。で、この子は早めに早急に倒そう。はい、倒し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 、はい、いいですよ。オッケー、ナイス、姫ちゃんナイスすぎる、ありがとう。この間にね、この間に進めさせておきたい。いけいけ、いいよ、早いな、すぐ出てくる。はい、いけ、いいよ、順調に順調に進んでおります。はい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 、おっと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 、いけー、メガオレーザー、いいよいいよいいよ、オッケー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 、ナイス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 、いけー、オッケー、やばい、ちょっと攻撃されそうだった怖いよ、攻撃しないでください、フェアドンか弱いから、やめてください。インクボトル確率、激ムズ激ムズ、これは確実に自販機行くっしょ、自販機一択です。激ムズなんてあやのにもできません。いつかやってみたい気持ちもあるけどね、激ムズはちょっとやったことないから避けちゃう商品リセットします。
突撃ダメージ。突撃ダメージかー。いや、突撃しないからなー。もったいないよね。でももうだって400使っちゃう。ちょっともったいないから何も買いません。わー、ね、そういうこともあるよね。自販機行っても特に何もないみたいな。あ、ドロートラップ。トラップ1個トラップ。トラップ行きます。意外とトラップもね、後ろからね、来るね、敵をね、姫ちゃんがね、パンってしてね、寄せ付けないようにしてくれるの本当にありがたいから。プロペラヤグラを運べ。はい。ここで。はい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 。ここでプロペラをたくさん運んでいきましょう。でね、その間にね、いっぱい敵がやってまいりますから。敵が、ほら、敵がすんごいいっぱい来るからね。はい、敵がいっぱい来るので、レーザーさんをうまく使いまして、攻撃していきましょう。でね、あと図鑑もちょっと埋めたいので、この子をね、倒していきたいと思います。この子あと36体ぐらい倒さないとね、図鑑埋まらないらしい。その他の子はね、全員ね、埋まったんだけど、このアルペジオをね、生み出すこの子の図鑑だけ埋まってなくて、ちょっとね、この子の倒していきたいなという気持ちでございます。いけいけー、あたたたた、あたたたたたた、逃げて逃げて、一旦逃げましょう。一旦避難します。突っ込みすぎもね、危ないですからね。はいはいはい。いいよー。頑張って、頑張って。ちょっと待って。この子、アルペジオ、ちょっと待って。やばい。この子を早急に倒したい。この子を、オッケー。いいよ。はい。第2関門も無事クリアできまして。はいはい。パシ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 。パシ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 。いいよ。順調順調。あとは、レーザーくんで、一気に、いけー！ OK！ 28回も。無事なんとかクリアすることができました。いいですよ、順調。ノックバック、激ムズ激ムズ。フロアリセットします。激ムズはさすがにね、ちょっと難しい難しい。突撃吹き飛ばし、もう一回リセットする。お金あるしね。あ、自販機来た。自販機行ってみるか。自販機ね、何があるかわからないけど、また買えな、何も買わずに終わるパターンもね、あるかもしれないけれど。29回自販機。何が果たしてあるのでしょうか。自販機、お買い物しよう。塗りドローンゲージ。欲しいよ、塗りドローンゲージ。リセットする。何がある？インク効率メイン！この商品は売り切れです。売り切れたって。もしかしてあれか？パレット全部埋まった？あ、埋まったかもしれない。パレット、あ、すごい！全部マックスパレット埋まってる。確かオーダが生まれたのはね、リバースの開発者たちが変わらない世界を望んだからだったね。そう。なんでそんなもん望んじまったんだかな。もう少し小中から話を聞けるといいのですが、このことはまだ何度も交わせることになりそうだ。そのうち話すチャンスもあるかもしれないな。確かに。こだこちゃんにね、いろいろ聞いてみたいところではあるけれど。ということでね、30回。こだこちゃん、頑張って戦ってまいりたいと思います。コントロールルーム！よしよし。行きましょう。行けるかな。来た来た。また来たですか？プキしつこいやつらなのです。こだこ、少し私たちと話してみませんか？うるせえですよ。こだこを裏切ったイーダなんか知らないのです。こだこが生まれたのはみんなの願いを叶えるため。だからこだこはこだこに負けるわけにいかないのです。いい加減に邪魔すんなですよ。正しい、なんかその、敬語使ってるんだから、ちょっと乱暴な言葉を使ってるの。揺るがぬ覚悟。覚悟を決めているのですね。よし、ということで、こだこちゃん倒していきたいと思いまーす。それでは始めるですよ。はい、ホーミング。ホーミングしてるし、溜まる。スペシャル溜まるの早っ。スペシャル溜まるのがすごく早いです。いけ、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 8位。ということで、いけー！メガホンレーザー！
ですよ。あとはねレーザーがね来ることをね考えてしっかり地面を塗っておきましょう。復活なのです。こだこなかなか頑張りますね。いやほんとよ、頑張らなくてもいいんだよ。はい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 、なに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 、はいはいはい、いいよ、オッケー、いいよ、一つゲット、一つゲット。あれ君こんなところ来てたっけ。ねえねえ君、アルペジオのくん君いた今までアルペジオの子君今まで出てきてた。これ以上まずいのです。まあありがたいことにこの子倒せる機会が増えてとてもありがたいけどねありがたいけれど、おいしおいしおいし、オッケーオッケー、いいよ、はい、いけー、レーザー、あーやばい、逃げて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 、あぶねー、あビビビビーはあれだね、ビームが来ます、ビームが来ます、ビームが来るから逃げます、それは逃げます、オッケー、なに、コダコを守るのです。守らなくていいよ。え、ねねねね、こんなにさっきいなかったくらいね、この子出すぎじゃない、こんなに出なかったってボス戦の時に、どうして、なぜ、どうしてなんですか今までいなかったじゃん、アルペジオを出す子、どうして急にアルペジオを出すようになったんですか、教えてください。不思議ですね、そんなこともあるもんなんですね。今までだってこのさちっちゃい魚子たちしかいなかったじゃん、どうして急に。ボス戦もさなんかずっと同じように見えてさちょっと違ったりするのかな。ほらほら、だってアルペジオの子いなかったって。あ、待って待って待って、ちょっと待って、レーザー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 を逃げましょう。レーザーの音がする、レーザーはいち早く逃げないとやばいです。よし、そうそう、これこの子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 いなかったって絶対。はいはいはい、いいよいいよいいよ、あ、いい、オッケー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 、サメが突っ込んでくる、それは困ります。はい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 、こっちね、こっちの子はめちゃめちゃ速く移動するけれど、オッケー、いいよ、あともう一個、あともう一個ね、ハイプレッサー来ます、はいはい、プレッサー来るから逃げます。ハイプレッサーは逃げるのが一番ベストですからね。なんでこんなところにいるの、やばい、オッケーオッケーオッケー、あ、ギリギリセーフ、ギリギリなんとか生き延びました。怖っ、あんなところにいないでもらっていいですか、絶対いなかったって今まで、やばすぎる。ほら次から次へと、このちょちょちょ厄介すぎるな、ちょっとこのアルペジオくんの子ちょっと厄介だな、ちょっとアルペジオくんの子ちょっといち早く倒したい。はいはいはい、やばいやばい、サメ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 、最後のポータルが壊せません、最後のポータルが壊せません、いっぱい来るから。なになになに、やめてくださいやめてください、最後のポータル壊したいです、最後のポータル壊したいです、よ、はい、最後のポータルを壊させてください。やばい、ビビビビビー、ワン、ハイプレッサー、ハイプレ、あー来た来た来た、ハイプレ来たよ、ハイプレ、はい、逃げて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 ください逃げてください、よし、ハイプレの音が終わった、ハイプレの音は終わったけれども、敵がいっぱいいますね。よいしょ、いけー、おー、いいし、ナイスナイス、爆発サイズ上げたからありがたい、いけー、オッケー、いいよ、いけー、メガオレーザー、オッケー、加工しきた、加工しきたよ、逃げて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 、いいよ、あーやばい、ハイプレイハイプレイハイプレイの音がします、ハイプレイの音がします、はい、ハイプレイの音がしてますよ、
はい、逃げて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 、はい、いけー、メガホンレーザーで、メガホンレーザーでなんとか倒していきたい気持ち。はい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 、オッケー、やったーよしよしよし、風花さんの武器もなんとか倒せた。ふぅ、プルプルしてるふしゅー、なんか気が抜けちまったみたいだぞ。また負けてしまったです。コダコはこいつらには勝てないのです。プッププエー、泣いてるの、かわいいな、なんかコダコちゃんかわいい。ということでね、カラーチップ全部埋めつつなんとかクリアすることができました。嬉しい。やっぱチャージャーが一番苦戦したんだな、きっと。かチャージャーとあとの両手持ちの武器、あれが一番むずいまである。よし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 、真珠もねたくさんゲットできまして、無事クリアできました。よし、鍵ゲット、レプリカもゲット。コダコのやつ大泣きしてたよな。まあ、どうせまた別のパレット持って塔のてっぺんまで行くし、その時ついでにアイスの様子を見ておくか。気になりますね、コダコちゃんの様子。今日は武器が手に入りそうですよ。武器が手に入りそう。撃つ方のパレットをゲット。これなんだろう、ノコギリみたい。これ撃つ方のパレットじゃん。撃つ方さん、先輩を見るとダッシュで追いかけてくるのがとっても可愛いですよね追いかけてくるんだ。その後すっげえ顔で喧嘩売ってくるけどな。喧嘩売られるの？にしてもさ、パレットだいぶ集めたけど、ハチのパレット全然出てこねえな。そうですね、ハチさんのパレットらしき反応はこのロッカーに確かにあるのですが、残るパレットはあと1個みたいですし、絶対ハチさんのですよ。頑張って鍵を集めましょう。あ、残りあと1個、これね。なるほど。あとはイーダの開発日記、もう1個は真珠50個。なるほど。パレット、どんどん埋まってて、とても嬉しいです。あ、ほんとだ、残り1個だって。これね、難しそうじゃない？これ次、うつほさんの武器でしょ。これ何？ラッキー系とドローン系が出やすい。あ、カニタンクだ、カニタンク使ったことないんだよね。ちょっと気になるけど、これは何タイプなんだ？筆とかローラー系なのかな？鉄砲って感じはしないけど。でもなんか順調に埋められてて、とても嬉しいですね。やっぱね、この、これね、姫のパレットとホタルさんのパレットがね、何より難しかった。ここら辺はね、なんとかいけたけどね、他の武器もなんか難しそうなの結構あるから苦戦するかもしれないですけど、またね、少しずつ頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またいで！